マックスダボーン、皆さんこんにちは、ミーナです。今日はミーナさんの一日をお届けしたいと思います。初の Vlog です。さて何をするかというと、今日は息子さんと秋葉原にお買い物です。目の前には息子さんがスタスタ歩いております。秋葉原は仕事でもあまり行かないんですけど、プライベートでも実はほとんど行ったことがなくて、今日はめちゃめちゃ楽しみにしています。では早速電車に乗って行ってみましょう。初車内撮影です。なんだか意外とこうコソコソとしれっと撮れるもんなんですね。周りの人も全然気にしてなくて、なかなか面白い。秋葉原到着です。今日の目的は何といってもパソコンです。さあ張り切って買い物に行ってきます。何時間いたんでしょうか。周りはすっかり暗くなってしまいました。さあ見てください、これぞ爆買いです。念願のパソコンゲットです。帰りはあの荷物のため弟くんが車で迎えに来てくれました。ゆっくり車に乗られて揺られてか帰ります。皆さん楽しかったですか。今日は一日ありがとうございました。バイバイ。あれ歩いてますね。実は車で帰るはずが、息子さんの車酔いにて途中下車、電車で帰ってきました。荷物は今頃お家に届いていると思うので開けて楽しみたいと思います。本当に今度こそお疲れ様でした。